こんばんは、コキンさんハートありがとう。こんばんは。なんか今日陰影すごい。光か。濃ゆいか。そんなこと。こんばんは。やっほー。ドゥ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 、こんばんは。やばい、ちょっとここ今日はまつげを優しめに塗ったから、涙袋を強めにやったら強すぎたかもしれない。こんばんは、やっほー。今日のお洋服好き？やったー。今日のやつ前あれやね、あのカニ食べとった時の服な気がするだね。こんばんは。かまちゃんハートありがとう。なんか目やばくない？そう、今日一歩も外出てない。そうなんですよ。ちょっと待ってね。おしゃ、ちょっと目の下のメイクを薄めたい。濃ゆい。よいしょ。今日は一歩も外出てないんですけど、でも七並べのランキングも発表するし、まだお話し会もね受付中ということで、よりちょっとちゃんとしてる時の田中を見てもらおうと思い、今日はちゃんと服着てます。ちゃんとした服を着てます。そうだね、そう、雨だからっていうのもある。雨だから外に出ないようにした。もうちょっと買い物行きたい、買いたいものあったけど我慢した。そっか、雨だからこのちょっと若干ホワホワしてるのか、髪の毛が。そういうことか。こんばんは。わわ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 。テロップ書こうかな。ヤホリン、こんばんは。こんばんは。ヤッホー。こんばんは。何しようか、テロップ。あ、お話し会受付中にしとこ。お話し会受付中、中中お話し会。 OK、 コーヒー入れてたら始まった。ヤッホー。こんばんは。もうあっという間に夜でございます。今日はもう7時半か。7時半。あばばばば、メガネ。あたたたたた。よし、7時半ということで、もう夕飯は食べましたか？私は食べました。私はメールで送りましたけども食べました。今日は夜は和食。初めてね、卵焼きを味ありで卵焼き初めて作った。なんかめっちゃ前に、なんかママが、あ、違う、パパが卵焼き作ってみてよって言った時に、味なしで作ったことあるんですよ、卵焼きを。そうなんですけど、今日はちゃんと味ありで卵焼きを作れました。めっちゃ上手にできました。美味しかったです。そう、卵焼き綺麗にできた。よかったよかった。あ、まだお仕事なの方もいる。結構頑張って、終わったら私の卵焼き食べれるよ。嘘だよ。あ、直接お話し会のあれも出てるんだね、当落も。それも聞きたいな。今日は甘い卵焼きでした。いつもお弁当とかに入っとうのは甘い卵焼きなんですけど、今日のも甘い卵焼きでした。でもなんかネットで調べても、一番上ぐらいに出てきたやつでやったから、え、美味しいかなと思ったけど、私はあの
醤油が好きなやつを使ってるから美味しかったです。なんか醤油と砂糖を入れて作る、なんか色がいい感じで味もしっかりめな卵焼きみたいなのを参考に作ってみました。美味しかった。でも砂糖はラカントにしたからなんかヘルシーめというか優しい甘さというかこんな感じでもちゃんと味は濃ゆくて美味しかった。そうお弁当なのでね、甘い卵焼きが多いからそんな感じでした。みおりの卵焼きあれば3日徹夜できる。すごい作りますよ。え、なんかね作れた。え、今持っとる卵焼き器が新しい件焼きやすいってのもあるかもしれんけど、そうめっちゃ作りやすかった。なんかね意外とねできた。なんか焦げすぎてもないし焼けなさすぎてもないし、いい感じにできた。また作ろうって思えた。なんかスクランブルエッグとかオムレツはちょっとむずいな。なんかそんな感じのはできるけどさ、卵焼きって難しいなと思ってずっと挑戦しなかったんですけどできました。なのでもしかしたらできるかもしれないです。他の料理もねですね。なんかちょっと影になって、あ、ここに光持ってきた。陽気でした。女子力上げてる。やったやったやった。逆に卵焼きってそんなむずいと思ったことない。すごいな。卵焼きむずくないか。なんかこのこうやって返す作業がくるってって思ってたけど、私もでも今日簡単だった。なんか多分フライパンが新しい件かな。分からんけど、なんか昔家に実家にあった卵焼き器でやった時は全然ひっくり返らんみたいな、なんか卵がもうなんか全然もう多分古いんかなフライパンが。だけど今日のやつはトゥルントゥルンってできたから、うん、フライパンが良かったのかな、分からんけど、うん、ちょうどいいね。なんか焼き目ぐらいだった。そう、あ、実力が上がった。実力が上がったのか、そういうことか。さやかに卵焼きうまいの初めて知った。そうなんだ。卵焼き対決しようかね。いや多分そうなんだよね、テフロンが新しいからすべすべ。そうなんかね多分ね良かったなと。あ、でもちゃんと油はあれにした、あのなんか小皿に油を用意してキッチンペーパーでシュンってあの塗ってやって焼くやつにした。あの油をこうやって垂らすんじゃなくて、ちゃんと少量ずつ引けるやつを用意してからやった。不安だから、卵無駄にしたくないから。油をなじませてからでないとトゥルンって帰らない。あ、じゃあなじませれたんかも。いい、よかった、めっちゃ頑張った。で卵焼き焼いた後にママがキッチンペーパーでキュッてなんかしとって、ちょっと置いとったら綺麗に後で切れるよって言って、それ置いと間にきゅうりの酢の物とか作って待ちました。夜だけどお米を食べちゃった。ですね、今日はそんな感じの和食でした。頑張った、やった、頑張った。さすがママリン。ママリンはもうさささっとお米をちょっとあの研いで用意してくれて、サバもいつの間にか焼いてくれてた。次はだし巻き卵に挑戦。なんかだし巻きの方が難しいらしいですね。なんかサラサラしてる、なんか焦げやすいのかな、なんかわかんないけど、なんか難しいって聞いたことがある。なんかでもちょっと挑戦してみたいです。なんかねネギがあるのよ家に、今小ネギが、だからそれを入れただし巻き卵とか絶対美味しいだろうなって思うのね。想像ではできてる今、だし巻き卵焼き、私の頭の中でネギが入ったって思ってるから、できるんじゃないかな。できると思うよ。リックさん、肉まんありがとう。多分想像でできてるからできると思う。え？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 ひな、え？
ひな祭りとは？にょ？なんで？ありがとう。女の子だから？ひな祭りを祝ってくれてる？ N さん。ありがたわーです。あらま、びっくりびっくり。びっくりびっくり。え、ありがとうございます。ん？やったー。ひな祭り、おひなさんがおる、ここに。ありがとう、N さんでいいのかな？うん、だったりする？うん、さんだったりする？ N さんだったりする。え、ありがとうございます。やったー。わーい、わーい。よいしょ。ひな祭り、もうすぐだね。あと2日で、ひな祭りですね。わー、ありがとう。よいしょ。N さん。おー、おひなさん。くまさんのおひなさんですね。ありがたわ。おお、ひな祭り、うん、クマ描いとこ。ちゃん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 、ちょっと女の子のクマを描こう。なんてきらびやかなクマ。なんか周りにね、あの桜？梅の花？どっちだろうこれ。桜かな？があるね。でもすごい、ありがとう。私推しなのか？私、まあ私推しってことにしとこう。あ、桃の節句だから桃の花か、これは。かわいいよね、桃の花も。3月1日、あ、3月初タワー、ありがとうございます。ありがとう。ポジティブ思考、え、だよね。だってね、私推しでしかないよね、まあ配信見てるってことは。だよね。ありがとうございます。 N さん、ありがとう。あ、待って、ちょっと待って、ちょっとこのクマ可愛くしようと思ったんだと。それでピンク出してたのに忘れてた。どうしよっかな。ここにお花でもつけよう。あ、お腹鳴っちゃね。ちゃんちゃちゃん、ハート、ハート、 OK。オッケー、 N さん、ありがとうです。ありがとう、じゃじゃん、ありがとうございます。ありがとうです。イエイ、カメラ向けてる、見れてるか。ありがとうございます。わーい、あのクマの耳を鼻の形にしました。あ、ピンクのペンついちゃった、ここに。いつの間に。ありがとうございます。じゃじゃん、ありがとうです。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。ありがとう。ピンクちゃんでした。ピンククマ、ピンクマちゃんでした。ありがとう。バンジャラモンスターさんも、これなんだったっけ、あ、ひな、ん、コンペイトーか、コンペイトー、ありがとうございます。おー、ありがとう。田中家のひな人形は10段ぐらいある。そんな当たり前じゃん、めえ。そうだよ、みんなには見せれないほど大きいんだから、うちの
ひな人形だなんて。そうだよ。対談やってくる高梨凛ちゃんに似てる。今日？なんでだろうね。ありがとう。今日はちなみに下まつげのマスカラを塗ってない。あと前髪が若干長いカット。今日はかな。どう？アースパラさんも、コメントありがとうございます。ひなあられは食べんかもしれんけど、ちょっとチラシ寿司か何かを作ろうかなって配信で思ってる。もうあと数日しかないけど準備はしとる。なんかね、ひなチラシ寿司を作れる材料は今7割ぐらいあるかな、6割ぐらいかなはある感じです。サンピラーさんもありがとう。これはさ、何なんだっけ、これ名前なんだったっけ、このひな祭りのお菓子って感じのやつ。あ、みほりおしです。ウィー、やっぱそうだったんだね。まあ知ってたけどね。ありがとうございます。デザザートさんもありがとう。コンペイト、あ、これはひしもちってやつなんだね。ひしもち、サンピラーさん、ひしもちありがとう。カムカム、ありがとう。そう、寿司太郎買ってきた。そうだよ、寿司太郎もうね1週間ぐらい前から家にあります。なのであとは海鮮を買ってくるかな。でもさあ、桜でんぶも買ったよ。好きだから、味が。でもあとは海鮮と錦糸卵は作れるかのと、でなんだろうな、なんか緑のお野菜も欲しいけど、きゅうりとかかね、かなかな。自分も見放しなんだけど、知って、見放し、本当に最近そうか、寂しいぞ。チラシ寿司にさくらんぼ入れる？え？初めて聞いた。入れたことない。そうなの？私、どうだったかな？なんか、レンコンとかなんか入っとうのような気がしてきた。どうだったかな？なんかそんな感じの記憶ある。イクラとか、マグロ、エビとか。どうかな？かわよ、やった！V。ありがとう。待って。金友さん、ありがとう。あれま、金友さん。なるほどね。女の子だけじゃ寂しそうだからって。ありがとう。嬉しい、ありがとう。嘘、久々来れたけど、痩せたっしょ。嬉しい、嬉しい。痩せた？やった。サチ。この間よりは減ったかなって思うけど。でも今日は、ちょっとお米を夜いっぱい食べてますけど、お茶碗山盛り分ぐらい食べてますけど、大丈夫そうですかね。まあそんな一日では太らんか。すごい、ひな祭り開催されてるわ。もう私のここでひな祭りもうなっちゃった。もう今日ひな祭りになっちゃってる。ありがとう金友さん。あ、直接お話が当たりましたので、あー、みんなもどんな感じ当たった？直接お話し会、関西だっけ？もう今月？待って、もう今月？いや同じこと2回言ったけど、もう今月？やない？もしかして、もしやいいよ。ありがとう。当たったよ、少々だけど。あれマジ？予想より少なめ？みょ。寂しいけど嬉しいけどみたいな感じだね。なんていう？そんな感じ？そうなんだ。なんか寂しいけど嬉しいね。わかる？わかる？そうなんだ。でもなんか、大阪は私、あ、大阪そんなことないかな、あれ、なんか、あ、そうなんだ。広島より、あ、でも広島より、あれ、どうだったっけな、前は関東が一番自分の体感的に多く来てくれてた気がしたけど、
嬉しいですね。関西の方が増えたのかな。嬉しい。残念ながら外れた。嘘だな。どんぐらいの確率だったんだろうね。1枚でどれくらい、オンラインと同じくらいじゃないかな。どうなんだろう。どうなんだ。ありがとう。広島打率4割、大阪2割以下。めっちゃ分かりやすそう。それどういうこと。野球分かってない人、むずいな。なんでみほりは1枚しか当たらなかったから行かないかも。行かない券あるのに。そんな嬉しいよ。聞いたところによると 15% から 25%。 おー、関西は厳しい戦いだったのか。ありがたいです。ありがとうございます、皆様本当に。おー、前の大阪1枚10秒ぐらい話せた。なるほど。5枚申し込んで1枚当たるかなってくらい。なるほどね。ありがとう。俺も早く生きるようになりたい。待ってます。ぜひ。多分ね、今オンラインが申し込み受付中のこの8枚目もね、直接会えるお話し会はあるからね、ぜひ。今はね、直接お話し会、今度あるのは7枚目のやつなんだけど。ありがたいですな。そっか、7枚目の直接話し会は、あれ？ラストではない？あれ？ラスト？ん？ラスト？いいな。書こう。2022 3月1日、ありがとうございます。デザイナーアートさん、なんか桃のなんかやつ、ありがとうございます。桃。金友さん、ありがたわ。待って、また書き忘れてた。こっちは男の子なんだけど、男の子だからどうしようかな。じゃあ真ん中に。じゃ。真ん中にお花、周りにお星様にしとこう。なんか騒がしくなっちゃう。すももなの、もしかして。さっきのすももなの。ありがとう。金友さん、ありがとうです。ありがとうございます。じゃじゃーん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうです。じゃじゃじゃんじゃん、クマ上手になった。やったー。ありこり。
ありがとうございます。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。ありがとう。すごいです、私の画面ではすごいこのひな祭りのくまちゃんとくまおがいい感じのソーシャルディスタンスを保ってちょうどいい感覚でいます。ステージ上のなんかバミ入りみたいな感じで言うと 0.75 と 0.75 みたいな感じ、すごいちょうどいい場所にいますいい感じの距離感。みんなの画面ではちょっと違うかもしれんけどそんな感じです。いい感じのソーシャルディスタンスって感じです。あ、密ですか、みんなの画面。あー、ラブラブ状態、なるほど。まあそこの、そこにいるクマ子とクマ王はくっつきたいんだろうね、多分。私のとこは結構ソーシャルディスタンス保ってますねですね。あ、2体ともめっちゃ神手におる、重なってます、もうラブラブすぎますね。なるほどさあ、ということでね、ちょっと本題と言いますか、そう、今日もう3月に入ったので2月のね、あの七並べのランキングをね、読んでいこうと思っております。おりますおります。今日ね、もうお昼のうちに書き終わりましたので見せたいと思います。ちょっとか、一旦これを外そうかな、失礼します。よし。あ、でもオンラインお話会もね、まだまだ今日二次受付っていうの始まってますので、ぜひこちらどうぞ。新しい画像もツイートしたので、ぜひ。そう、お、初めてオンライン話し会に参加してみよう、ぜひ。待ってます。じゃじゃじゃんじゃん。はい、ということで、そう、七並べのランキングをね、言っていこうと思いますので、先月の七並べ、よし、テロップを書いていきます。 OKOKOK、 よし。おお、今月からみほりんでやってます、ありがとう。今日もお昼めっちゃやってて、今ちょっとトップ10におったけど、今はどうかわからんけど、今日もちょっと配信終わってやろうかなゴールデンベッドタイム多分七並べしてますので、あの遭遇したい方はやってみてください。はい、じゃあということでね、先月の七並べランキング発表していきたいと思います。イエーイ、パチ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 。はい、ということでね、はい、第50回推しメンイベントのランキングを100位から読んでいきたいと思います。これのイラストね、何か伝わるか、伝わったらめっちゃ上手に描けてるんだけど、伝わるかな、わからんけど、いきます。じゃじゃーん。はい、見えるかな、 OK。 はい、ということでね、100位から読んでいきたいと思います。はい、50回推しメンイベント100位はレオ姫さん、99位はニコラスさん、98位はナリマスカッパさん、97位は ET だよんさん、96位はアスパラさん、95位はコウキさん、94位はヤジウマさん、93位はのりゆきさん、92位はなおやんさん、そして91位はモンブランさんでした。ありがとうございます、ありがとう。はい、ということで100位から91位、こんな感じ。ギリギリ滑り込みました、ありがとうございます。そう、これはね、え、めっちゃうまく描けたんだと思うんだけど、どうかな、マカロン、ちょっとトゥンカロンに近い系のマカロン、いちごが入ってクリームがたっぷり入ったマカロンを描いてみました。なんかいちごの季節なんですけど、いちごのスイーツ描いてみようと思って、いちごのスイーツを調べて画像、それでトゥンカロンかな、描いてみた。ふふふ、どうかな、
こんな感じで、ここのイラストも全部違うのでお楽しみに。この後もじゃじゃじゃんじゃん、100位から91位、ありがとうございました。じゃじゃん、うん、ありがとう。さあということで、でもこのイラストはね、動物とか食べ物とか物とかいろいろなの描いてるんで予想しながら見てください。では90位からこちら、じゃじゃん、90位はひでやきちゃん、89位はセイラさん、87位はながのんさん、87位はみおりんさん、86位はキーさん、85位はニースかっこちめいさん、84位は天使の絵の具さん、83位はひろさんさん、82位はフォースとともにさん、そして81位は黒胞子さんでした。ありがとうございます。はい、このおとりさんはメジロでした。泣くようぐいす平安京もぽいよね。けどなんか春の、春って調べたらなんか鳥が出てきて、鳥この鳥なんだろうって調べたらメジロだったので、メジロでした。なんか難しいねこれは。でも私は鳥の種類あまり見分けられないので、ウグイスでもいいです泣くよウグイス平安京でもいいです。似てるのかな。なんかね、水色とか緑とかなんかいろんな色で出てきたこの鳥ちゃんは。いや目白くない、そうなんですよ、描いた後に白い眼球が描けないと思って、ただの黒い目になったなんですけどじゃあウグイスかなこれ。もう好きな鳥にしてくださいということで90位から81位、こんな感じです。じゃじゃん、懐かしい、泣くよウグイス平安京とか、なんと立派な平城京とかありましたね。なんかすごい語呂合わせでめっちゃ覚えてた記憶ある。さあ続きましては80位からいきます。ハシビロコウはなっちゃんということで、じゃじゃん、80位からいきます。80位はウェンディさん、79位はマクさん、78位はタクトさん、77位は僕のことさん、76位はハルトさん、75位はシッチーさん、74位はナナシンさん、73位はフォックスさん、72位はケンケンさん、そして71位はサンピラーさんでした。ありがとうございます。ありがとう。蝶々の種類までわからんけ、これはただ単に蝶々を描きました全然種類、虫の種類わからないので、ただの蝶々ですじゃじゃじゃーん、良きですかね。ありがとうございます。なんかさ、なんだっけ、動物、飛び出せ動物の森とか、そういうのでもさ、なんか捕まえてみるまでなんか虫の名前とかわからんかったよな。でもなんかモンシロチョウと、もう一個黄色いやつ、なんか蝶々、あの蝶々はめちゃくちゃおったっていう記憶ありますねまあこの蝶々は何なのかまあわかんないので、またご自由にご自由にどうぞということで80位から71位、こんな感じでした。ありがとうございます。
じゃじゃじゃんじゃん。では続きまして、今はねあれだったね、生き物生き物できましたけど、次は何かな。次は70位からドドドン。では行きます。70位はミホリカソラファーさん。69位はカユトさん。68位はジュピターさん。67位はキヨさん。66位はナギポチさん。65位はヒロさん。64位は金海さん。63位はダイダイさん。62位はテチテチアット初パラさん。そして61位はオロチさんでした。ありがとうございました。そう、みんなこれはいいね、いい感じで予想合ってますね。これはですね、いちごのカップケーキを書いてみました。じゃじゃーん、カップケーキでした。あのいちごがあって、いちごの下に生クリームがあって、その下にカップケーキっていう感じですね。そう、またここにもいちごのスイーツ書いてた。なんか3月なんかひな祭り以外全然出てこなくて、何書こうかっていうのが、だからもういちごスイーツ攻めをしてみました。そうだね、あまおういちごってことにしとこう。福岡なんで、あまおうのいちごを載せてます。最近いちごが安くて、ママと買い物に行ったらいちごをめっちゃ毎度毎度買ってしまう病気です。本当にいちごが今の時期安くて美味しいので、今日もねママと昨日の夜直前までいちご狩り行こうかめっちゃ迷ったんですけど、空いてるとこが、もう予約できるとこが一箇所しかなくて、いやでも早起きちょっときついなって思って諦めました今日は。なのでリベンジできる日があったらいちご狩り行こうかなって思ってます。ということで70位から61こんな感じです。じゃじゃーん。そう、いちごはね今が旬だと思うよ、春だからね。いちご狩りはもう1月ぐらいから結構やってるとこあると思うんですけど、そうそうそう、うんうんうん、なんでね、そういちご狩りね、平日でもね人気、めっちゃもう予約が取れませんっていう感じ。あとなんか3日前に予約しないといけないとか、結構なんか難しいんだよね決まりが。そうだから、いつか行けたらいいなって思ってます。では、60位からかな、60位からいきます。じゃじゃーん。はい、60位からいきます。60位は中澤さん。私いちご練乳つけない派です。59位はコウキアットおもちさん。58位は痩せの大食いさん、羨ましい。57位はあつしかっこ愛知県の人さん。56位はユナイテッドさん。55位はサワポンアットみほしかさん。そうですね、じゃあこの今月のアットマークの後ろは、どうしようかな、どうしようかな。あ、先月名前変えるのすっかり忘れました。あら、そう、ちなみにこれはチューリップです。チューリップを咲いてます。咲いた咲いたチューリップの花がです。え、どうしよう、全然思い浮かばない。そうだな、枝豆みほりん。今日の色がですか。今日の色が枝豆かな。あー、どうしようかな、あー、どうしよう、全然思い浮かばないな。
どうしようかな。ちょっと54位いきます。次でもちょっと先に、54位はたかしさん、53位はリトルデーモンさん、52位は中島さん、51位はミキの総帥さん。ありがとうございました。ちょっと脳みそかなくて思い浮かばないけど、これはちなみにチューリップです。咲いた咲いたチューリップの花がみたいな歌ったっけ。そんな感じ。チューリップを咲かせてみました。じゃじゃーん。ありがとうございます。あ、後ろにお餅つけといた。いい感じ。いいいいいい。えずサーポンアットお餅すちにしといて。それでお願いします。はい、ということで60位からこんな感じでした。ありがとう。ありがとうございます。さあ続きまして50位からだね。いきます。そう、すち、その韻を踏んでる感じがいいでしょ。お餅すち。あ、この絵はねうまく描けた気がする。この季節ならではのスイーツを描きました。ではいきます。じゃじゃん。はい、50位からいきます。50位は天の声さん、そして49位は73、48位はエビちゃん、47位はアキピさん、46位はもじゃもじゃさん、45位は T87 さん、44位はのんたんさん、43位はみゆさん、42位はウォーリーさん、そして41位はくまさんでした。ありがとうございました。パチパチパチ。合ってる方もいるけどベノムに見えたわ。なんで？ベノムってあれ怪物みたいなやつだっけ、なんだっけ。ちょっとこれは桜餅です。ピンクがあれやけんかな、結構派手なピンクやけんかな。この季節ならではのね、今はねスタバもね桜餅、え待って、もう次の出てるっけ、もしかしてスタバなんか桜シリーズの第2弾ぐらいまで行ってますよね、スタバね。のその元となる桜餅でした。うん、美味しそう。このこれがねいい香りですよね、なんかね、そういい感じ。着色料多めになってしまったやつだねこれ。でした、ありがとうございます。50位から41位の方もありがとう、ありがとうございました。はい、ということで40位から31位も行きたいと思います。40位からこちら、じゃじゃん。はい、40位はももたんさん、39位はもんたさん、38位はもちはだですさん、37位はのぎのぎさん、呼んだ呼んだ。そして36位は田中美穂だよんでした。なんとここだったんですね。もうちょっと今月はちょっと上に行きたいなと思いますね。ちょっとまた今日とか明日とかはねできそうなので、お昼とかも夜とかぜひもっと上げますので待っててください。はい、では35位は大辛唐辛子さん、34位は寺月さん、33位は五平餅さん、32位は赤身十三さん、
そして31位はたけどんさんでした。ありがとうございました。パチ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 。はい、これはですね、みんな予想合ってる。そう、卒業証書でした。そっか、今日卒業式の方もいる、もしかして。卒業証書でしたね。じゃじゃーん。筒に入ってる系にしてみました。あの、最近こういう開く系と筒に入ってる系とありますけど、そう、筒に入ってる系。3月は卒業式シーズンということで、じゃあ4月に書くのはもうあれですね、入学式シーズンですね。ということで、卒業式シーズンだよ。ありがとうございました。じゃじゃじゃん。私もあれですね、卒業しましたね、高校。無事、よかったよかった。懐かしの卒業式って言葉が懐かしい。確かに、もう懐かしいです。私も次に卒業っていう言葉はもう学校がもう行ってないから、もうアイドルしかないね。いつだろうねだろうね。まあまだなんで安心してくださいということで、続きましては30位からかな、30位からいきます。卒業って言葉心臓に悪いね。そうだね。では30位からいきます。じゃじゃん。30位はかわにょさん。29位はかげやさん。28位はボルグファングさん。27位は埼玉のおいたんさん。26位は島風さん。25位は和幸かっこ KK さん。24位はうっちーあとみほりんさん。お、ありがとう、返事。23位はあきさん。そして22位のみほりん賞はますやさんでした。そして21位はもじゃもじゃさん。ありがとうございました。はい、こんな感じ。そう、桜ですね。ちなみに横につぼみのやつも書いてみました。これをいい感じにできたかな。でも茶色のペンがないからさ、枝も黒になっちゃうんだよね。それがちょっと難点ですけど、そう、桜の季節なのでね、桜も書いてみました。ありがとうございました。30位から21位ありがとう。そうだね、菅井様がチャプチェキャプテンのとこですね。ありがとうね。じゃじゃん。お、うまい。ほんと植物描くのうまい。やった。なんかね、1個目の食べ物もうまく描けたなって思ったけど、嬉しい。ちょっと画力を上げていきたい。さあさあ、ではではでは、20位からいきたいと思います。あと2枚ですね、この紙では。いきます。じゃじゃん。20位はそらさん。19位は採用が馬さん。18位は光さん。17位は流通の狼だよんさん。16位はゆうちゃん。そして15位はチョコミントリス。14位はサトシアットミホリン推しさん。13位は神谷敦史さん。12位は文史さん。11位はイアルさんでした。ありがとうございました。はい、バレンタインホワイトデーとなってますけど、今が3月なので、こちらはホワイトデーのチョコです。
じゃじゃーん。うん。ありがとうございました。ちょっと青色のハートの箱のチョコみたいな感じで書いてみました。そう、バレンタインはね、いっぱいね、私も自分へのチョコをね食べましたね。昨日ブログにもね書いたけど、そう、昨日ねちょっと夜遅くになっちゃったんですけど、そう、2月ありがとうのブログも出してるので、そこにねいっぱい写真も載してるので、バレンタインの写真もあるのでね、また見てみてほしいんですけど、今月はホワイトデー、みんな待ってるよ、チョコレートチョコレート受け取れたらいいのにな。そう、気持ちだけチョコレート待ってるんで、あのホワイトデー作るとかいうめっちゃ女子力高い男子いたらすごいなって思うんですけど、待ってます靴箱に待ってるわはい、ということで20位から11位はこちらでした。ありがとうございますチョコレート検定、あの本で頑張りますガチのチョコレート検定ちょっと挑戦してみたくなったので、あのおかげで頑張ります。さあ、では最後トップ10いきます。ドゥルルルル、じゃじゃーん。はい、トップ10いきます。10位は美穂青子さん、9位はあっくん、8位はしんやさん、7位はレグルスさん、6位は竹まつるさん、5位はジェロさん、4位はゆりかーとみちゅみほさん、そしてトップ3いきます。3位はレッドパンダさん、2位は大地さん、そして第1位はドゥルルルルルルッジュラーン、ふなっちだよんさんでした。ありがとうございました。パチ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 。はい、ということで今月はひな祭りがあるのでね、ちょっとおひなさまたちをね書いてみたんですけど、ちょっとねこれは遠目で見た方がぽいのでちょっとねあれなんですけど、そう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 、ひな人形ですね。こんな感じでありがとうございます。1位良かった、取れた、終われた、ありがとうね。なんかあのガチで人間の形したひなおひな様たちを描けないなと思って、ちょっと丸っこい絵の方にしました。なんか置物系のね。ひな祭りはね、美味しいものがまた食べれますねひな祭りを理由にあのちらし寿司のさんの、私酢飯が大好きなんですよ。酢飯とあと桜伝武が好きなので、そのひな祭りを理由にその美味しいものが食べれるのが楽しみですということでね、トップ10ありがとうございました。はい、以上で100位から1位まで紹介できたんですけど、100位に入れてない方も並べてくださっていることだことがとても嬉しいのでありがとうございます。あ、見逃しアーカイブ、おおお、持ち肌さんどこだったっけな、今来れば見せれるよ今来たけど自分の番見れなかったっていう方、千肌さん、チュッチュッチュルチュチュッチュチュ、どこだ、トト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 、どこだ、ちょっと待ってよ、うんうん、自分も見れてないっていう方いましたら教えてください。あった、もちはださんはこちらです。38位、もちはださんありがとうございました。じゃじゃん、私のお近くでしたね。じゃじゃーん、ありがとう、ありがとうございます。もう他に見遅れた方いないですか、大丈夫ですか、大丈夫かな、なかな
ゃ先月のやつ先月のやつ先月のやつあ、先月のやつあった先月のやつこちらです。サーポンは67位だね。ありがとうございます。じゃじゃん、なんとありました。ありがとんとんとん。はい、ということで第50回が終わったから次は51回のやつがもう始まってますね。まあ七並べやりましょう。ぜひ楽しむ感じで、ゲームなのでね、楽しみましょう。おー、63、ありがとうありがとうありがとう。今日のうちならね、みんな見せれるんで、ここにあるんで、多分ね、その前とかもある。47回からあるよ。47回48回49回50回がこの中に詰まってますので、ぜひ見てみたい方はぜひ言ってください。はい、ということで七並べをありがとうございました。じゃん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 、テロップを書き換えます。でも結構もうめっちゃ、今日今何時だ、もう8時な、過ぎてた、早かー。ありがとう、今月もね楽しみましょう。これを貼っときましょう。ピッ、あ、ずれるずれる、ほっ、 OK、 よし、ありがとう。あ、47回お願いしますどこだろうどこだろう、ふんふんふん、うん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 、潔く謝ります、おもろい。前名前がないですか。あ、あった、エビちゃんの47回は36位でした。ありがとうございます。めっちゃ冬な絵だった、ありがとう。これだね、ありがとうございます。ありがとう、ゲームできる時間取れないのでお話し会取ります、ありがとうございます。ぜひじっくりお話しましょう。お話し会ね、まだ来たことない方もね、今絶賛受付中なので待ってます。あとそうだね、もう8時過ぎたならお知らせ出てるよね多分。お話し会の他にもまた楽しみなことの告知が出てますね多分。オンラインチェキサイン会出てるかな、情報があります、皆様。しかももう今月にあります、ギリギリだけど3月31日の18時からだったかな、ありますので、そちらもね、そうなんですよ、ぜひぜひ。そうだな、前はなんか男着か洋服着てチェキ取ったのよね、だから今回もそうしようかなと思います。そうそう、8枚目発売記念チェキ会、そうなんです、31日18時、お願いします。木曜日なんでね、平日なんですけど夜なのでギリ見に来れるかな、まあ、見に来れなくてもチェキは無事に家に届くので待っててくださいチェキね、今回も3着ぐらいかな、4着持っていけたら持っていきたいけど、なるべくいろんな洋服とかポーズとかで撮ってみようと思います。ポーズとかも募集してますので、ぜひぜひそう、知らなかった申し込みする、お、ぜひぜひぜひ。枝豆のチェキ、枝豆リコジに借りないとないからな、ラッコならありますけどね。そうだね、コスプレのやつを入れてもいいね、洋服だけじゃなくてね、確かに今回も田中だけにします、今回もね、うん、ありがとうございますね。チェキ会とかも始まったりとか、お話し会もね、昨日よりはあれなのかな、申し込める枚数が増えてたりするのかな、お話し会もしやなのかな、なんかもう感謝枠が出てるメンバーがいて、魚平すごいと思ったんですけど、私も頑張りたいと思います。
ちょっと新しい画像もね、ちょっと学校風な黒板風に作ってみたやつ見ましたか、ツイート。あれもどうでしたかね、見やすかった？内容はねこれと一緒なんですけど、書いてある内容はちょっとまたちょっと違った画像に作ってみました。あ、前回チェキ足りなくて取り立てほやほやのチェキいただきました。レアだね。ちょっと今回もそんなハプニングが起きるかどうかも楽しみですけど。あ、素晴らしい出来だった。やったー、よかったよかった。保存して友達に送ったよかった、見やすいかな、嬉しい。ちょっとぜひぜひリップ塗ろう。ぜひぜひ参考にしていただければ嬉しいです。美穂先生、そう美穂先生みたいな、そう本当はなんか先生みたいに黒板をこうやってふっみたいなやってる自分の画像を貼り付けたかったんだけど、それがなかったのでちょっとこっちを見つめてきている写真にしました。そう、あ、ガマ口かわいいでしょ。そう、ちょっとショルダーバッグのようなポーチのような感じで使ってる。グリーンとオレンジおるし真ん中にかわいいかろう。なんかさ、リュックの時とかさ、わざわざさ、なんか後ろから財布出すのとかさ、ちょっと大変じゃないですか。だから最近こんな感じで、も今はお家だからリップとかしか入ってないけどお財布とか入ってないけど、そう、トゥ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 ントゥン。なんか私は荷物が多いのでね、こうやってなんかちょっと小物筒に分かれてるやつをね結構持ちます。ポーチとかもめっちゃ持ってるんですけど、お金はここに入ってないです。私のお財布の中にはまあお金は数えきれないほど入ってるので、のでね、そうそうね、かわいいよね。今回はデレチ決まってます。おー、どうでしょうかね、楽しみですね。なんか前どんなチキやけんね、生写真よりは書けんもんね、そんなに。どんなん書いとったっけ、また見返そう。また何を書こうかをメモしていこうポーズとかも、うん、ウィッグも持っていこうかな、どうしようかな、どんな服にしようかな、うん。田中さんやっぱそうだよ今ね、うん、今でもあんまりないかなあんまりないかな、お財布にちょっと指挟まない、前使ってた時よく挟んで、大丈夫だよ、気をつけて、指にちゃんと動いてって言ってかなり圧を感じるチェキをいただいた記憶、嘘、そうかな、気のせいじゃないかな、うん、うん。ね、何、ウィッグだと、ウィッグとか嬉しいかな。ちょっとショートカット、ショートカットには切る予定が今ないのでさ、ウィッグで遊ぶしかないなと思って、ウィッグも持っていこうかな。どうしようかな。もうどんな服着ようか、今から悩むけど。3月31日は、あったかいかな、もう。なんか今日は寒かったけど、昨日とかはあったかかったし、全然天候がどうなるかつかめんから、あんままだ洋服とか決めれんのやけどどうかな。あー、そっか、前回はお餅、あ、前あれだよね、お月見らへんにチェキ会があったよね、だからか、だからうん、なんかチェキ会の帰りにママと月を広島城に見に行ってカメラで写真撮った記憶ある、懐かしい。今回は3月ということで、どうしようかね、うん。ウィッグショートにパーカー、あー、いいね。そうなんよ、パーカー着た時とかさ、なんか髪の毛なんかフードついてるやつとか、なんか
ロングの髪の毛ってどこに収納すればいいって思うもん、いつも。パーカーにショートは合いそう。ちょっと考えておきます。お楽しみにね。あ、いててて、おお、初めて見に来ました。ツイッターフォローしましたのでよろしくお願いします。ありがとう。 ST482 期生のみほりんこと田中美穂です。ありがとう。初めましての方もね、オンラインお話し会というものを ST48 はね、やっていまして、次のね、8枚目シングルのオンラインお話し会受付中なので、ぜひ、ちょっとでも、何秒かでも私と話したいって思ってくれた方は、待ってます。ハーフツインな髪型のチキ。ハーフツインもね、巻き髪とかにしたらね、たまにいけるけど。そうね、検討します。検討します。リネタン系の服とかだったらハーフツイン似合うけどね、どうかな。今回だけくじがなかった。え、あれですかね、いつもやってる抽選会ですかね、くじって。よいしょ。そうなのか。あ、それがない代わりに瀬戸内 PR 舞台なんかね、ちょっとまだね、うまく把握しきれてないけど、何秒かで、あ、何時間でも話したいと思った方は待ってます。ぜひぜひ待ってます。お話し会何時間でも待ってるよ。ぜひどうぞ。まだ8数って言ってない説。え、そうなんよ。ちゃんと8枚目とかエイスってちゃんと言って、エイスでいいのかなってちゃんと言ってるの私、偉いよね。でも8数だね。8数だね。え、なんか今日さ、公式がツイートしてたけど、公式の TikTok が今日からさ、始動してて、選抜メンバーかなが、あれな、動画出してましたよね、新しい動画。なんか私アプリ入れてないから、すごいなんか端っこのメンバーの顔が見えんくて、すごい残念だったけど、あれアプリ入れてたら見れるのかな。ね、なんかさ、みんな JK だったよ。JK だったよ。実は、ちょっと、見たことあったんだけど、今日、そう、なんか全員のあの姿見るの初めてだったから、そう、ハチスは JK なのね、みんな。JK なのかな、 JC だったりするのか、 JK かな。そう、 JK なんだね。どんな曲なのかまだ私も聞いたことないんですよね、ハチス。だからみんなと同じ気持ちでどんな曲か楽しみに待ってます。ね、あ、毎日更新するんだ、 TikTok。 おー、見れないのがね、悲しいね。見れるんだけど、あのブラウザみたいなので、なんかちゃんと見れないのがあれなんですけど。そう、え、よね、めっちゃ夏っぽかった。なんか、そう、なんか後ろの木の感じとかがすごいあったかい気候のとこみたいな、なんかそんな感じじゃなかった？後ろの木とか、あと太陽の当たり方とかが、まあ、晴れてたからかな。そうそう、から私もみんなと同じで、どこで撮影してるのかとか、どんな曲なのかとか、そう、どんなダンスなのかとかまだ知らないので、楽しみですな。うん、楽しみに待ちましょう。 TikTok もどんなのが投稿されるのか。え、すごいね、見た瞬間どこか、なんでわかるん、すごい、え、わかるんわ、私ハワイ。ハワイかな、どこ、場所言ってたの、え、知らんかった、え。え、そうなの、ちょっともう一回見てみようかな。あれ、音なしで見たからかな、私。そう、めっちゃ南国感あるとこだった。そうなの、ぬぬぬ
キュンキュンビーチどこ？めっちゃ南国って感じの木だったよね。ちょっと見るね。ほらこれで見るとね、ちょっとね、福田さんとかサーヤンとかがめっちゃ隠れて見えるのよね。このブラウザで見るとちょっと悲しい。あ、件名は言ってた。え、この動画では言ってないのか。STU は何の略でしょう、皆さん知ってますか？知ってますか皆さん。確かにサラピ背高い。あー、なんか違うの流れ始めたわー。怖いよ。何これ何これ、びっくりした。本当だ、後ろにおるサラピが背高いけん見えとうけど、顔ちゃんとギリギリ。アリちゃんさんかわいい。へえー、なるほど。どこ？その場所、懐かしい場所とかコメントしてる方おる。私全然分かってないんだけど、なんで？どこ？ここはどこ？何県って言ってたの？おえー、それな、リボン3種類あるのも気になる。緑と赤と青？めっちゃサラピ青って感じするけん、お似合うわって感じやんね。どこなの？誰か書いてる？書いてないか。あ、山口なの？へー、山口県さ、私さ、あの全然あの通ったこと、なんか山賊以外通っただけしか、山口県はあんま通ったことしかない、行ったことがない。なんかちゃんと山口県を目指して、だから行きたいわ。山口県にこんなとこがとか言ってたら、てか今ツイッター開いたら、指原さんがこの辺り聞きたくなる気温って風を待つもう投稿してくれてるよ。聞きたくなるの嬉しいね。話題が散在混在してるけど、そう、山口、いや、ツアー行ったけど、ツアーはさ、会場しかないやん。なんか山口県を楽しめてない気がして、山口県の町に行ったことがないから行きたい。でもツアーの後にね、そのツアーを振り返って、山口のスタバは行ったけどね。だけど、ツアーはね、ツアーだとね、なんか会場の中しかさいないからさ、山口県を味わえてないんだよね。行きたい行きたい行きたい。そう、ごまのやつ、そう、あの時はスタバの県ごとにスタバでなんか違うフラペチーノが出てて、それを目当てにね、山口ね、そう行ったんだよね、記憶ある。ね、美味しいもの食べた。そう、山口。だって私、あれだよ、あの、唐戸市場も行ったことないの。山口の。珍しくない？珍しくないっていうか、意外じゃない？食べるのが大好きな私が唐戸市場行ったことないって。めっちゃ行きたい。そう。なんだよね。だから、山口と岡山とか、あと神戸もかな。ちょっと行きたいところですね、今。ね、ご当地フラペ、あの企画今年もあるかな、あってほしいな、楽しみやな。ね、山口からとはぜひ、めちゃくちゃ行きたい。あのめっちゃ早起きしてからと市場に行って、朝ごはんに海鮮をいっぱい食べたいって感じです。なんか金土日週末しかそのなんてお祭り的なことはやってないらしいじゃないですか。すごいね、行きたいって思う時にいつもめっちゃ平日なんですよ、真ん中らへんの水木とかの。だからいつも、あ、また行けんな行けんなと思って予定が合わんくて行けてないんですけど、そう
行きたいところであります。そう、河原そばもね、そう、河原そばも有名じゃん、食べたい本場で。そう、いいな、山口県いいね、由美子さんのふるさとでいいですね。あ、今日のメールのいくら丼美味しそうだ、美味しかったよ。あれはね、この間四国の公演の日だっけ、私なんか病院頑張った後に海鮮丼食べたよって言ってたじゃないですか、その時に多分行ったやつ。そう、今日メールで送った海鮮丼のとこもちょっと美味しすぎるのでまだみんなに教えたくないんですけど、いつかは教えます。調べたらちょっと出てくるかもしらんけどね。めっちゃ美味しかったあそこね。しかもいくら丼、いくら丼ね、なんかお米に海苔が乗ってそれであって、でいくらもいくらなんか別で置いてあるの横に、だから自分でかけていくら丼を作るみたいな感じのね。だからかけた後の画像なんだけど、もう美味しいし、あとはあのマグロ丼があるのね、あそこの、もうバリバリバチバチ美味しいよ。だけんいつかいつか、まだまだ教えないけど、いつか店名を教えたら言ってください。そう、そう、本当に美味しいところなかなか教えない。そう、私がもう一回ぐらい行ってから教えます。待っててください。ちょっとまだ行きたいんで、あの私ちょっとまだ行きたいので、あの行ってから教えます。知りたい方、お話し会とかでこっそりとかだったら教えるんで、本当に知りたいよって方はあの。次のお話し会で教えます。ほんと美味しいよ。なんかね、でも焼き魚系の料理も美味しいし、あの揚げとる系も美味しそうだった。まだその時食べれんかったけど、うん、教えますね、いつか。あの行きやすい場所かな、どうなんかな、そんなあの広島の中心街からは遠くはないでございますがって感じですね。前のね、あの中華のお店もね、まだ教えてなかったけど、最近行ってないからもう教えていいかな。中華のお店は前私があのエビチリ、これはエビチリですみたいなツイートしてたとこ、今日の配信もう締めくくろうかなと思うので最後に言いますね。待って、店の名前忘れちゃった。大切な店の名前忘れちゃった。店の名前飛んでった。あれだったっけな、ちょっと合ってるか検索する。あ、オッケー。え、これかな、え、合ってる、なんか違うかも、ん。ん、合ってる合ってる、よかった。ちょっと海鮮丼はまだ教えないんですけど、前美味しいって言ってた中華のお店は老子仙っていうお店です。行ってみてください。そこのエビマヨめちゃくちゃ美味しかったです。あと刀削麺のスーラータン麺が美味しかったです。おすすめです。ふけるに四川っていうお店です。なんか何店舗かあるのでね、自分の行きやすい場所に行ってみてください。2店舗3店舗ぐらいかな。なので中華ね、最近我慢してるから、みんなその間に行ってきてください、代わりに。はい、ということで、そろそろね、ランキングを読んでいこうかな。なんか気づいたら今日は結構喋っちゃってましたね。あ、おしめと同じもの食べたいぜ。いってらっしゃい。よろしく。ぜひぜひ。では、22位のみほりんしょうからランキングいきまーす。22位は、あすみずきさん。そして、13位はオロチさん。
12位ふなっちゃと中美ちゃんたおしさん、11位デサイズハートさん、10位大地さん、9位ジョーさん、8位くまねパパさん、7位リーツさん、6位アスパラさん、5位アックアンと自称みほパパさん、4位リクさん、3位竹まつるアット今日昼パラダイスに昇格さん、おおめでとう。2位 N さん、ありがとうでした。そして第1位は金友さんでした。金友ありがとう。はい、ということで今日の配信は以上になります。ありがとうございました。私の最近ではない、ずっと好きだけど、ここにもグリーンだし、好きな色のグリーンの服を着ての配信でした。ありがとうございます。また明日も配信しますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。そして今日の18時からまたね、オンラインお話し会の受付も始まってます。明日の13時までぜひぜひぜひいっぱい話しましょう。感謝枠全日程開きたいです。よろしくお願いします。さあでは最後にじゃんけんして終わりますグリーンね、いいでしょ緑。最初はグン、じゃんけんチョキー、ありがとうございました。ではおやすみほー、また明日、バイバーイ。